あの今日はですね、はい、あの柿絵ちょっと見せていただきたいと、体験させていただきたいんですけど、はいはい、柿絵ってそもそも何ですか？まあ、あの要するに自由組手をのですね、要するにあと反射神経。なるほど。はい、あれも自由に、いや自由組手ですね。要するに相手の調子見て、今いるよかい、今いるかを見ながら。ああ、なるほど。こうついてきたら、はい、受けたら、なんですか。なるほど。だからそれがもう受けた瞬間にも手が出ないと遅いんですよね。なるほど。はい、ある程度もあの、まあ、黒いようになってから、はい、最初でもあの荒くな、あまり荒く荒れてますよ。あ、なるほど。はい、もう。いきなりやるんじゃなくて、はい、段階的に最初はこればっかりですね、はい、こうしてですね、これを水押しに当てて、はい、もうこれ押してもらって、こう押してこれ、これでですね、こうして。こちらの手を水押しに。はい、これも受けるわけですね。はい。水押しを攻める。これは最初の段階もこれ動いたり、はい、動いたり。ね、こうやって足をかけたりやるんですよ。はい、足もかけたりするんですね。はい、これがここにつくんだよ、これを、はい、ね、はい、こっち受けたらすぐ、どうして受けたあいつこうじゃなくて言われる。もう相手がもうこうついてきたらもうすぐすごい、あ、すごい。触ったらすぐですね。触ったら時間が置かないで、もうこっちが触った瞬間、触った瞬間、なるほど、もうこれが触ってすぐでしょ。こうして、つくときも、こう受けたら、こっちで。はあ、すぐ受けた。受けるとかこう湧くわけないね。じゃあもうあの行けると思ったら打つってすごいです。すごい、もうすぐあのそのまま受けるです。これ時間だったらまたもうそれでも受けたらすぐです。動けちゃう。それは動けちゃう。ああ、もう連打が仕込んだりするんですか。これだけではもう単調ですからね。はい、あとこう動けちゃう。動けちゃう。動けちゃう。これルールはですね。はい、しっかり握らないことです。あ、こう手は握らない。軽いでも手を握らないとダメですよ。一番は、はい。これ握ったら危ないです。なるほど。骨とは普段の稽古ですからね。顔はこう打ったら効きますからね。なるほど。ルールはですね。こうなんですか。はい、ルールはこう。はい、で、こうですか。はい、押すんですか。あ、こうですか。そう。押して。押して。こうして。まあ、これを回転させて、引いて、ここに。あ、こういう感じなんですね。はい、こうして。はい、はい、その、こうして。押して。こうしてね。こう。はい、こっちに取る。これ、先生、これ、なぜこうするんですか。水落ちを。水落ち。これも水落ちに疲れないために、こう、やるんですか。で、こう。あとは、はい、こう。そうそう。はい、で、これが。力が強いと、こういうのがあるんだと思います。もう間違いないんだけど、これで、うん、これで起こしますから。ああ、なるほど、はい。あ、そういうことなんですね。こう、力が強いってだと。大きいとこがあって、ね、ちょっとずつずつ。ああ、はあ、はあ、はあ。それが、これ。なるほど。すごい力だね。で、こうですね。はい。次はですね、次の段階は。はい。はい、押してね。はい。これを開けて。ああ、なるほど。見てよろしいですか。こうやって、これをこうやって、なるほど。こう、あ、こうですね。こうで、こう、そう、こう、
で、こうしたら、はい、そこ取ってからルールですよ、はい、開けてこっちはつく、おお、なるほど、これはつかまないなるほど、つかまえたらもう動けてないんで、はい、それは刺されてない、ルールとしてはつかまない、これはこれこうで、こうで、ちょっとこうですね、はい、で、僕がやってるんですかね、こう、そうそうで、こうで、おぉ、やめて、ちょっと撃たれたなるほど、じゃあ、すぐ、何がこうやるの、あ、もう今の感じじゃ遅いですね、僕が、あ、こっからですか、こうして、はい、こう取って、開けてね、こう、こう、はい、で、こう、まあ、つかまないでね、あ、こう、あ、つかまない、すいません、すいません、なるほど、なるほど、はい、はい、パンパンじゃないです、パンパンじゃないです、はい、あ、パンパンじゃダメです、こうなんですね、そうそう、そこ、はい、あ、こう、はい、最初に、あ、こうか、こう、あ、こうですね、最初に、もう、はい、なるほど、こう、先生、じゃあもう一回、こう、そうそう、上手ですよ、上手ですよ、こう、そう、上手ですよ、上手ですよ、そう、上手ですよ、こう、で、僕が、おお、そうだ、これ、なるほど。なるほど、できないんですね、そうですね、やっていいですか、はい、僕がやっていいですね、わ、はい、かりました、やりますよ、ね、やられましたねあの30歳は年齢が違う、30歳ぐらい年齢が違いますからね別に呪いわけじゃないと思ってはいるんですけど、パンパンやりたいですけど、これできないです、一発でやられちゃいますね、これ回し方が上手ですね、こう、すごいすごい、こう、すいません、この会長が来る、はい、会長が来る攻撃を、はい、さらにまた受けるんですか、受けてまた攻撃してもらいます、空いてるところですね、空いてるところ、はい、あは、空けてあの人、空いてるところ、ちょっと、なんか、必ずどこ空いてますよね、はいはい、空いてるところ、少し素人が打ってみたらどうなるかっていうのをやってみます、はい、はい、こう僕、ババババってやってみますので、はい、行きますね、絶対めちゃくちゃやられると思うわめちゃめちゃ痛いですよ。もうすですね。ゲームですね。これは。来たらすぐから。腰がね怖くて浮いちゃいますね。え、先生こんなもん。これをさらに回して上から打つんです。あ、なるほど。こう言ってるんですか。あ、ダメだ。全部返される。こう触ってる時に相手も相手を感じてるわけですね。こいつ攻撃するんじゃない、この人は攻撃してくるなとか。はい、今も大体これ大きいですよ。この大きいです。出てきそうだな。ああ、なるほど。あ、そろそろ来るなと。でこう来たら、あ、そういうことか。これもっと本気なのがいいね。あまりあまり近いですみたいな。すいません、ダメなんですね。ということで先生のお手本を見せていただいてよろしいでしょうか。ごめんなさい。お願いします。
通じるような黒帯ぐらいになってからやる。